スティーブン・デイビッド・ダルドリー CBE は、イギリスの演出家、映画監督、映画プロデューサー。演出家としては、ローレンス・オリビエ賞とトニー賞を2度受賞。映画監督としては、ほとんどの作品がアカデミー作品賞か監督賞にノミネートされており、両方で成功を収めている。1960年、イングランドの同ドセットに生まれる。母は、歌手のチェリー・ダルドリー。 14歳の時に父をガンで亡くし、家族はトーントンに引っ越した。地元の劇団に加入し、イギリス空軍の奨学金を得て、シェフィールド大学に入学。卒業後数年間イタリアに行き、ピエロの見習いとして学ぶ。イギリスに帰国し、1985年から1988年まで、クルーシブルシアターで舞台制作に携わった。 これまでに100本以上の舞台を手掛けている。1994年のアン・イン・スペクタ・コールズでトニー賞を受賞したほか、ローレンス・オリビエ賞を2度、トニー賞を2度受賞するなど数々の賞を受賞し、演出家として確かな評価を得ている。2000年にリトルダンサーで映画監督デビュー。舞台特有の大胆な演出手法を取り入れて絶賛された。 500万ドルの制作費に対して1億ドル以上の工業収入を記録アカデミー監督賞にノミネートされるなど、批評的にも工業的にも成功を収めた。2002年の監督2作目、巡り合う時間たちはマイケル・カニンガムのピュリツァー賞受賞小説が原作。時代、場所の異なる3人の女性の一日を交互につなぎ合わせて描き、 それぞれの時代を演じたニコール・キットマン、ジュリアン・ムーア、メリル・ストリープの3人がベルリン国際映画祭、ギンクマ賞を共同受賞した。アカデミー賞は9部門にノミネートされ、ニコール・キットマンが主演女優賞を獲得。ゴールデングローブ賞作品賞も受賞した。2005年にはロンドンでリトルダンサーのミュージカル版を演出。ローレンス・オリビエ賞の 最優秀新作ミュージカル賞など主要賞を総なめにした。2008年には、米国ブロードウェイでも上演され、第63回、トニー賞10部門を受賞。2014年現在もロングラン公演中で、通算観客動員数は400万人を超えた。同年には、マイケル・シェイボンのピューリッツァー賞受賞小説、カバリエクレイの驚くべき冒険を、 ナタリー・ポートマンとトビー・マグワイア主演で制作すると報道されたが現在中止されている。2008年の愛を読む人でデビューから3作続けてアカデミー監督賞にノミネートされ、名実ともにイギリスを代表する映画監督の地位を固める。妊娠で降板したニコール・キットマンに代わり、ケイト・ウィンスレットが起用され、またもアカデミー主演女優賞をもたらした。 2011年の4作目、ものすごくうるさくてありえないほど近いは、ジョナサン・サフランフォアの原作小説をエリック・ロスが脚色し、3度目のアカデミー作品賞ノミネートを受けた。2012年のロンドンオリンピック、ロンドンパラリンピックでは、開会式、閉会式の総合プロデューサーを務めた。2014年には、ルーニー・マーラ、マーティン・シーン出演の5作目、トラッシュ。 この街が輝く日までマイナスが公開された。2001年にパフォーマンスアーティストのルーシー・セクストンと結婚し、長女アナベル・クレアが誕生しているが、自身はバイセクシャルであると公言している。公言したのは、人々が混乱するのを避けるためであるという。セットデザイナーのヤン・マクニールと13年間、同性愛関係であることが知られている。ありがとうございます。